怠ってしまった結果ですね、今すごく積んでます。はい、もうダメですね。絶対に開けてすぐ絶対にどうにかしないといけないと思います。本当にまあ多分ね、ツイートした方が早いよね、これはね。ツイートじゃないです、ポスった方が早い。どうしたらいいのかっていう、もう多分自分が思ってた以上に所持しているというこの今現実。はい、数千、2000くらいあるんじゃないですかね。このカードをもうどうしたらいいのか、2000くらいあるんじゃない、本当にやばいの。持ってくるねって言いたいところは持ってきたいんだけども、持ってくるっていう量じゃないの、もう本当にやばい、もうなんか散らかりすぎて無理。本当にどうしたらいいのこれ。だからもう諦めてるんだけども、この箱が1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 ぐらいあります。これがもう、まあ、ちなみにこのままもう入りきれてなくて、もうちょっともうちょっと本当に助けてくれ。なんだこれ、もう本当にやばいんだけども、何これ。なんかさっきからずっと積んじゃったって歌ってんのに無理すぎて。いやもうね、そんなこと言ってる場合じゃないの、もう違うの。どうにかしないと、どうにかするんだけども、はい、あ、うん、どうしよう、本当にどうしよう。僕は積んだ、いきなり積んだ、いきなりじゃないのよ、放置し続けた結果がこれなのよ。分かってるけど、そんでね、開けててびっくりしたんだけど、ここに未開封が4箱あったの。ねえ。ちょっと待って、未開封、びっくりしちゃって、あれこれ開いてるもんだろうなと思って開けてたら、えって、嘘でしょ、ちょっと待って、あのね、カードがもうぎっしり、ちょっと待って、うん、開けます、んでことで開けに来ただけなんですけど、じゃあ開けて、もうこれを整理整頓していかないと、あのね、溜めてましたね、私。ご存知なかったです、こんなに、あれってもう終わってると思ってたんですよ、これ全部開けてると思ってたら開けてなくて、いやでも開けた方がよくないですか、もう今だって整理したいんですけど、これを残して、これなんか残したらさ、またたまるわけじゃない、だからちょっと一旦全部さ開封して、そこから考えるっていうのはどうかなって、そう一気にやっぱやった方がいいかなっていう、まず開けるっていう段階を踏んで、そこからもう分けるなのか何なのか、うん。でもね、そうなの、開けて4箱開けるんだけど、開けたっていいんだ、開けるんだけど、え、間に合わないんだけど、ちょっと待って、今日中にどうにかしたかったんだけど、さすがに取り掛かったのも遅い、本当に無理、積んでる、本当に積んでるんだよね、本当にやっちゃったどうしよう、開けます、もううるさい、何でもいい、もうとりあえず開けていこう、うん、ちょっと開けてね、開ける楽しみはここに取っておきたいっていうのは私のね、ずっとあるんですけど、はい、ノープラン、本当にノープラン、ちょっとこれ一回カードをもう贅沢開けをしていきます。前やってたっていうか、ちょっとこれハサミがないです、ハサミ遠かったんで、行きます。そう、なんかね、私的にはこれ色分け、このカードのさ、まあ、種類が違うじゃないですか、この種類ごとに分けるのが正解なのかなと思いつつも、なんかカードのカードのなんて言ったらいいですかね、カードするときに色で分かれるっていうのを知ってるんで、それは知ってて、だから色で分かれるってことは、そう、色で分かれるってことは、そう、色で分けといた方がいいんじゃないかなって思ってるんですけども、うん、見ちゃったね。
もうどうしたらいいの、本当にわかんない。面白い、こんなにカードがあるのおもろいなって思いながら見てるけど、おもろいだけじゃダメなのよ。おもろがってちゃ終わらないのよ、なんか全部が。本当にどうしよう。ずんだずんだ歌ってる場合じゃないし、本当にやばい、早く見たい。ちょっと半分ぐらい開けたから見ていい？色分けするね、とりあえず。はい、もう色分けでしか見ないから、お前色分け、はい、色分け得意になってきたから、特技色分けだから。今昨日から取り掛かってて、6種類カードがあるんですよ、色がね。色分け、色分け、はいはいはい、ほいほいほい。消化試合になってるって。ダメダメ、本当に一個一個丁寧に見ていきたい。あんまり見たことないカード出た。我は雷、黒。いや、コンプしてんじゃないかなってぐらい本当に枚数いっぱいありますね。大好き、このルフィ好きすぎる、好きすぎる。おーおー、首が忙しい忙しい忙しい。おーおガンフォール、へい。本当にさ、こういうのやばい。本当になかなかカードゲームという世界からね、まあ、この開封だけ楽しんでたからさ、ここまで。確かに。でもそろそろ向き合う時が来ました。こうやって向き合ってこう、いろんなものに手をつけるのは分かる、向き合ってこう、まずはね、今持っているものから向き合ってこう。そうなの、やることやろう。そうそう。本当に仕分けの動画みたい、仕分けの動画。一個一個丁寧に見ていこう、見ていこうね、見ていきたいのよ。ノールックで置けるようになりたい。ちょっと待って、間違えた。おかまちゃん、リンリン、おーおーおー、無理だ。はあ、本当に無理。助けて、本当に助けてほしい、これ。でもね、幸せにはなるの、これ見てると本当に。仕分け大変でしょ。奥見たことない、白星出てきた。いいやつ、キラ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 リンの白星、クロッカス、検索したらなんかそういうバイトあるっぽいよね、こういう仕分けの専門の志願。ちょっとオーダーしていいっすかってぐらいのね、困り具合っすね、今。本当に本当に大変です。どうしよう。いや、本当に放置しすぎたのが悪いな、これは。もう開けてね、終わりってことが多かったんですよ。まあスリーブには入れてたんですけど、スリーブに入れて満足してたの。ダメですね、やっぱり。見てみぬふりは。開封で満足しちゃうの本当に良くない。これも果てしなすぎる。こういうの果てしないっすわ。すいません、もう本当そうなの。YouTube の編集しないといけないんだけど、編集はまあ明日の移動でやろうってことで。最低5時間は寝たいとして、時間がないですね、とっても。時間がないです。5時間寝たらまあいけるんだけど、5時間
最悪、いや4時間、いや5時間は寝たいな。こうやって逆算してきますよね、普通にね。うん、はい、とりあえずピンクのチョッパー開けきりました。見ていきます。私このこれが好きなのに、これおろそかにしたくないな、やっぱり。はい、一回見て仕分けのタイムに入るね。じゃあそうしよう、その方が早い。へ、ねえルフィあーもう無理ほんとこんな顔になってる今、ほんとにこのルフィ大好き。何回も言ってる。お、ビオラだ、かっこいい。クリケット誌、シャンブルーズ大好き。書いてあるから、それごとに分けていけばいいのかね。色で分けた先を。そう、確かそうなんだよな、ルール的に。いやでもその公式と同じように揃えたいよね。うんうん、いやおでんのこのカード、リーダーカードめっちゃなんかいいよね、かっこいい。そう、こっから先の仕分けに対してのね、正解が分かってないんだよ。カードリストがあるとそこかな。うーん、クリケット誌、何で分けようかな。お、え、なんかチョッパーのキラキラ、このあれだ、パッケージと同じやつだ多分。一緒だ、かわいい、かわいい、チョッピー、雷。キラキラだけはなんかちょ丁重に扱った方がいいんだよっていうね。うん、そうだよね。とりあえずコレクションやばいな、これやばいのはわかるでしょ。うん、あもうどうしよう、本当にどうしよう。明日から出張公演です。わあ、本当に出張公演、出張から帰れたらいいんだけどもちょっと、おお、これも前も出た気がする。でもこのボンクレーのキラキラいいね。このラプンかわいいよな。出張先でも仕分けできたらいいけども、枚数が持っていけるような枚数してなくて笑う、本当に。よし、こっから私の仕分けタイムだ。これをノンストップでお届けしてるっていうのがちょっと恐ろしい。大丈夫、みんな置いてくってごめんね。なんかすごい一人し、なんか、うん、なんでこれ配信してんだろうみたいな配信になっててごめんね。なんか普通こういうの話す、そうだよね、毎回そうなんだけどさ、有益な情報とかなくてごめんね。なんかあの私が やることやってるだけの、あの垂れ流し、私の日常を映してるだけなんだけど、家帰ってからのこの私のこの仕分けの瞬間を配信するっていう、うん、どうしたらいいんだろう。色分けは特技になってきた、本当に。はい、分けた色で分けるのは得意なんだけど、さあこの先どうしようか。
ねプロになった、もう昨日と今日だけだけどね、この仕分け。これプレイできるようになったら本当にかっこいいからさ、ちょっと本格的にやろう。やりたいこと多すぎるな、なんか。あと2体欲しい、自分がベガパンクみたいなこと言ってる。よっとよっと、まだ4分の1なんですけど、積んじゃってますわ。これ続けますか大丈夫みんな、こんな配信だったら本当に全然ごめんね、なんか。開けます。これが現実に向き合うってことだと思うんだ、これ開けるって選択がね。でも嬉しいんだよね、この時間が好きなんですけどね。ありがとうございます。開けていきます。本当に嬉しい、嬉しいんだけど、まあその先なんてちょっともう本当に、うん、めっちゃある、あるある。幸せだ、幸せよ。やっぱハサミ持ってくる、これもねちぎってるのが時間かかる。できないんだけど、カッコつけたけどダメだった。全然開かない、開いてない、なんかうまく切れてないんだけど。全然切れてないじゃん。ハサミ開け初めてだもんね。なんかいつもちぎってたんだよな。いいよねって、でもちぎる方が早いんじゃね。もうちぎった方が早い気がしてきた。何この効率、効率についてわかんない、これもうわかんない。誰どっちがいいんだろう。ちぎった方が早いかも私の場合。なんで、うん、ちぎってきたからね、しょうがない。本当に早く見たいから見たいんだけども、うん、あとこれを仕分けてどうしたらいいんだろうな。本当にタイトルマジ正解じゃない今日。積んじゃってますねえ。いやハサミで開けたいんだけど試みる。あー、いやいける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 、はい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 、3個ずつぐらいならいける。あ、いけるいけるいける。慣れてきた慣れてきた。学んでこう学んでこう。
こうやって人類は進化していくんだから。そうそう、一個一個やってみよう。挑戦は大事です。それっぽい、いい配信にしたいから、ちょっとそれっぽいこと言おう。はい、ということで成長したということで、一箱分一気に見ていきたいと思います。ちょっと袋がもう溢れてます。ちょっと誰か袋持ってきてイエーイ、楽しんでいきましょう。ちょっと半分ずつ見よう、重すぎ。いきまーす。はい、私の気持ちです。すいません、声が出ちゃいました。すいません、パパグー助けて。パパグー、お、ルフィが応援してくれてるということで頑張っていきます。はあ、はあ、はい、おう、ノロノロビーム、ノロノロしてちゃダメなのよ。はっ、ノロノロビームやめて、止めないで私のこの流れを。パグ、あーよ、あごく、チョッピー、ビッグヘッド、あ、あ、よし、ジンベエ、うん、コアラ、ジンベエ、ハンバーグ。ね、ステリーのカードめっちゃ持ってる。昨日いっぱい見た、ステリーのカード、いいね。このドンカード大好き。なんかいいよね、超最初のこの七部会の感じいいよね。うん、レイチ、おお、ルフィー助けてくれ。あ、なんか落ちたけど、待って、この3時すごくない？キラキラ3時、ビンスモーク家の3時だ。キラキラ3時が出ました。3時くんかっこいいよね、うん、最近思いますね。もう3時くんの良さについて、チョッピーちゃんちゃん、ユンボー元気もらってこう。ジンベエ、フィッシャータイガー、おーおーおー、あじゃーん、おー、ほう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 、半分ね、まだまだ半分ありますから見ていきます果てしなさにもらってる, 笑いが止まらないですね。いや、満たされてますよ、いろ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 と。はい、お、ボニー、定期定期定期、うん、あー、バルトロメオ、あんた、ジンベ、ジンベめっちゃなんかすごい立体感すごい、よか、ノロノロビームやめて、おたまちゃん、うん、ルッチ、ラッキー、お、ジンベエ、お、サンジ君、
ジンベってかっこいいよね。めちゃくちゃ大きいんだよね、実物。実はそう、ワンピースショー見に行ったんですけどね、ユニバのめっちゃかっこよかったもんね。やっぱジンベなんかもう、なんだろう、サイズといいさ、技もすごいさ、目立つもの多いしさ。あ、え、ちょっと待って、なんかめくりすぎて見えちゃった。かわいい、ちょっと待って、かわ見たことないカード着て、かわいい、え、初めてじゃないこのルフィ。え、めっちゃかわいくね、かわいいエッグヘッドのルフィのこのね、服大好き。後ろの感じかわいい、絵のタッチやば、かわいすぎます。ありがとうございます。かわいい、かわいい、めっちゃかわいいね、かわいい、かわいすぎるやろ。うん、うん、いいね、初期ゾロ。おー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 、連中キャプテンジョン懐かしい。あー、推し面が多い。ジンベイ、モリア、ゾーロ、ポニー、ポン、ポン。本当に定期だね。今日でめちゃくちゃ増えた、またあのカード。島、パパグ、リンゴ、バカラ。おお。さあ、ここで私の色分けタイム始めます。みんな何してるの、これ3連休の最終日だったりするのかな、これみんな的には。何、これは何の時間、今みんなの中で。もうね、最後でしょきっと、明日からみたいな多いよねきっと。何、それとも今日も働いてましたとか。私は今日は踊ってきました、楽しかったな。仕事しながら見てる、仕事終わり、うわ明日お休み、働いてたぜ、多い、もしやマジ。3連休の最終日っていう位置づけだよね一応ねねえ、2つ開けてその先はちょっとマジで頑張ろうタイムだからね。分けました色。来週はお話し会じゃない、握手会がありますね。そう、出張出張出張、レッスン、握手握手、仙台仙台感じかな。北海道はいつだっけ、北海道もっと先だよね、北海道は来月ですね。でもそう、私今月がすごくね出張が多いんですよ。そう、来月はね全然出張しないからね。出張来ますか、出張来るよって方いますかね。え、確かに言い方がね、出張って言うとそうだよね、それっぽいよね
します。待ってます。どこで出張で会えるのかな。埼玉もある。来週無理。そうなんだよね。お、埼玉行きます。いいね。そう、みんなの地元なのかな、なのかゆかりないのかな。ゆかりあるって人多い。地元の方とか、地元が外れてますって。あれあれあれれ、北海道行かない私。あれで行く、ファンミーティングで行きます。そうなんだよね。なんかね、関西とかも行かないからね。そうなんだよね。いたらよろしくお願いします茨城にもいなかった。いなかったね。めちゃくちゃ仙台に呼ばれてない？なんか今年すごく仙台に行く機会が多くて、一番行った場所じゃない？もしかして、あの国内だったら。あ、でもね、毎月ね、どこだっけ、あのね、関西もそう、関西もだっけ、なんかあの福岡に行く毎月。先月も行ってるじゃない、今月も行ったじゃない、来月も行くしね。来月行くっけ。行くね、行くね。ファンミが、ファンミじゃない、あれ、来月、あ、来月何で行くんだっけ。市長公園だ、市長公園で行って、で、そう、11月もイベントがあってお邪魔するんですよ、福岡に。そう、そうそうそう、そう、それが11月だよね、ラジオのイベントのやつ。いっぱいありますね。開けてきます。次のカードでございます。ちょっとルフィ出てこないかな。もうハサミダメかもしれない。うん、そうそう、さっき習得したやん。やばいね、聞きたくないけど今何時。やだな、なんかもう過ぎちゃってそう、今日という日が。ちょっと10時48分ぐらい。どう、もう11時か。そっか、そんな世の中って甘くないね。そうだよね、時間って刻々と過ぎてくものなのよ、本当に。だから今という時をね、楽しんでいこう。そういうことです。本当にね、本当にね、待ってくれませんから。もう時間はもう過ぎてくだけなんです。時間は、それが時間なんですもう1時間で、いや多分開封は終わるんだけど、その先ね。ね、時間がね、確かに楽しい時間って本当にあっという間ですよね。そろそろ今日が終わるということになりました。えこうして毎日生活していると失敗しちゃったり、辛いこともあるけど、でも希望と夢を胸に自分らしく生きていこうという気持ちを歌っています。聞いてください。夕日を見ているか。ててんてんてんてんてん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 。今日がどんな一日だったかなって、帰り道考えるよね。
楽しいことや辛いこともあるさ、楽しいことが勝ち越せばいい、じゃじゃじゃんじゃん、家族や友達や周りの人に心配をかけたくなくて、無理に微笑み嘘いくつかついて、君だけが抱え込むのはやめて抱え込んでますけど季節の風の向き感じたり足元の花に気づいたり、小さな出会いにそう感謝できたら僕らは幸せになれるんだ、夕日が沈む空を見ているか、時が過ぎるその背中、美しいだろう Yes、 それなりの今日が終わり、全てリセットする夜が来るよ、家路を急ぐ君は一人きり、どうして、おお、なんかかっこいいカード出ました、サボの現実に戻ろう、え、かっこいいね、いや本当にね、サボってずるいね、かっこいい、やばい、うん、チョッピープルージャンパッパグー、結構無理や、シャッカ走り出せ走り出せ空高く旗かざし、こっち歌いたくなるよね、羅針盤なんて渋滞のもと、冷たさ火事を取るのさ、埃りかぶって桜の地図を確かめたのさ、伝説じゃないの、助けて個人的な嵐は、おローだ、いいね、まだまだけます、いきますステリー、あ、ステリーさん本当に多くない、ものすごく出てこられるんですけども、助けて、本当にこのカードが今日も一番のぴったりなカード、私のこと、多いでしょう、あー、バルトロメオ、どんか、ちょっとね腕が疲れてきたなこうやって持ってる腕が、はもう特大ルフィ来ないとちょっと大変かも、ルフィが来てくれないかな、あ、来たけど顔色悪くて無理、お、S、ジンベエ、エクヘピザおかわり、ミンゴ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 、あなたに巡り会えた、全然嬉しくないね、終わりじゃんね、いえ、マジステリーさん多くない、おお腕が
部ワンピース化できそう。なんでか。ゾロ。サンジ君。いえ。お。よ。ルシー。いえ。ほ。は。いえ。ベガフォースワンもめちゃ多い。ノロノロビームやめい。絶対に。でもすごいカードの枚数持ってんだよな、あのノロノロビームの海賊団のなんだっけ、フォクシー海賊団のカードめっちゃ持ってる。ボニーだ。ボニーかわいい。うん。フザさんも多いっすね。あ、雪崩が起きる。モリア、ドンジット。お、最後がキラキラ。ハンコックでしたね。おお、いいね。あたけの夢をかき集め、探し物探しに行くのさ。ちょっと無理。最近はあのロバートの秋山さんの歌をずっと聴いてます。聞いてほしい、本当に。なんか元気出るよ。意味が分からんけど、ずっと鬼リピで聞いてる。あとエスパーさんの曲を聞いてます。ずっと聞いてる。同じ曲ばっか聞いちゃうんだけど、なんか覚えたくなるんだよね。なんか聞いてる。癖になる曲が好きです。癖になる曲どっちも。どっちも全然系統違うんだけどさ、どっちも癖になるの。すごい聞いてる。どっちかしか聞いてない。そう、朝秋山さん聞いて、日中とか夜はエスパさんの曲。そうだよ、エスの。おかしいよね。そうなの、なんでこの系統。じゃあ頭に残る曲がすごい好きなんですよ。系統違いすぎて。そう、でもどっちも大好きです。どっちも好き。いっぱい聴いてます。元気出る。何聴いてる最近。みんなは何聴く？曲おすすめの曲あったら教えてね。これ癖になりますって曲があったら教えてください。癖になる曲が大好きです。うん、秋山さんの歌 あの好きな曲はとかくかも好きなんですけど、願いって曲があのすごく名曲なので、願いを聞いていただきたい。すごく好きです。名曲。
ちょっと前はね、あの日本のトップ100とか聞いてたんですけどね、最近は絞って聞いてますね。そういう意味では、願いマジ聞いてほしい。いつか歌いたいです。え、これ何色？黒か。え、このサボやばくない？なんか絶対いいカードだよね。引いたことない気がする。なんかすごいいいカード感がすごい。カード触ってわかる、これかいいカードだって。このカードだけお金かかってるみたいなカードしてんだよね。分厚さ、なんか頑丈さ、多分きらびやか。おっしゃー、ラストの箱開けますせーい、やい。うん、これで一旦配信は終わりになるね。だからこれを開ければまだ向き合わなきゃいけないの、なんかちょっと映しきれないからね。さすがにこっから先はね、マジであの黙ってやるから、願い聞きながらやるわ。よし、でも幸せです、本当に幸せです。あの積んでますけどね、全然こんな積みなら全然幸せだよね。超積んでない、別に元気。枚数多い多いな、でも本当に多い。これまでの自分がのせいなんだけども幸せです。これはこれで幸せです。だねえ、秋どうし、秋どうやって生きていく？本当にさ、11月って韓国しか今予定なくない？あの会えるイベント、ちょっと寂しいですね今のところ。何もないよね。そうなんだよね、この土日のオンラインでずっと話してて気づいたけど、やっぱりどうなるんだっていうね。そうなのよ、握手会は10月だよね。あ、振り替えはね、もしかしたら来月かもです。6月分の振り替え持ってる方、来月かもです。オンライン、オンラインは終わっちゃったと思ったけど違いました。私振り替えがありますので、終わりじゃないので、来月です。多分ちょっとまだ確定じゃないからね、あれだけど来月かも。振り替え持ってる方ありがとうございます。一応ね、やばい、いいカード来そうだよね。そろそろルフィが顔出しそう、来ないかな私の元に。切りました全部。やばいやばいね、開けてくかんね、開けてくじゃない、見ていきます。はい、いいね、ルッチスターとかええよ。ちょっと置く場所がどんどんなくなっているので、ちょっと本当にあの置く場所がないんですけれども、ですね、こちらの方をこちらの方に移動してもらってですね、はい、行きます。ほいほいほい。
ナロナロビーム。ジンベエ、クロコダイル、カーク、ブラマグラス、プラチネアプ、ウソップ、ハトビ。お、リリス。ジンベエ。天井まさかレイチュトクラザクラハップクチョッキシャカウィンクね。ほほシャカ、え、また出てきた。あれ同じだね。サボのキラキラ、あ、これやっぱ高いわこのカードだけ絶対作り高い。他のカードより2倍ぐらいで作られてる。絶対にキラキラのさ、質、触った感じが違うのよ。これこのカード作るのに高い。はい、いきます。手触り、手触り、そうそうそう。助けてー腹立つねいいねー、いいね、いいね。やばい。お、かっこいい。ジンベエ、ジンベエ祭り。うんうん、モリア、トンジット、サッペ、ソラー。なんか落ちてった。ミンゴでした。ミンゴ、ミンゴ。じゃん、サンジ君。うわ、どう、マジでかっこいいドラゴン。わあ、やばい、もう終わりですね。あっという間、今手に持ってるこれをめくれば終わります本当に何枚持ってるの。多分20枚ぐらいありそう。このステディ本当に持ってる。このステディすごい量持ってる。ステディだけ何さ。ルッチのリーダーカードはかっこいい。悔しいがかっこいいです。うん、いや、赤い赤い青い風刺推しメン出ないかな。お、今ルーシーアプー。まあ出たっちゃ出てるけどアフロバージョンね。助けて、腕がやばい。本当に筋トレだと思えば。おかわいい。よく三時。おい、エース。くー、厳しいですね。推し面が出てこない。トンカードだ。
カリファだ、カリファ。よく、あ、腕が限界きてる、もう。はい。おい。うざ、おい。おい。おい。もういいって。はい、おしめ。じゃーん。ストゥーシーで終わりか。おお。これもなんか見たことないかも。あんまり出ないカードですかね、ルフィ。どこが痛いんだろう、腕が。まあいい筋トレですね。開封で筋トレしてんの。はあ無理。こっから現実なのマジで無理。本当に現実すぎて無理。こっからなんです私は。はい、たくさんこんだけ楽しんだ分ね、こっから仕分け作業に入っていかねばならぬです。見てくれてありがとう。こんな私のずっと開けるだけの配信を見てくれてありがとう。もうちょっと次の配信は有意義な時間に、皆さんにとっての有意義な時間になるといいな。ごめんなさい、これは私にとっての時間になってしまったので、付き合わせてごめんね。なんか楽しんでくれてたならいいけど、けれども本当に本当にすいません。有意義な時間ですか。本当に本当こっからなんだけど、本当にどうする。ちょっと10人ぐらい来てほしいんだけど。ちょっと助けてほしいなこれ。向き合います。楽しかったよ私は。ここからですね。少しずつやっていけば、そうね、ちょっとずつやっていこうって言ったらもう時間ないんだけど、本当にちょレアカードだけ一回ね、なんかの出し切りたいんだよね。あのどんぐらい私のこのレアカードをいっぱい持ってるんだけど、このレアカードをどれぐらい所持しているのかとか、どれがレアかも分かってないなこれ。うん、仕分けの時にいい歌あったら教えてください。歌聴きながらやりますこれ。何枚あるんだろうね本当に。今日開けただけでだって500ぐらい開けてますよね、ざっくり。4つぐらいケース開けてるからびっくり。うん。私は最強。確かに確かにね、もうワンピの歌ばっか聞いてたらやれるかも。あの爆音でユニバで爆音でね、あのショーの始まる前後とかに流れてんのよ曲が。もうそれがなんかね、いいよね。爆音で聴ける幸せってあるよね。まあいつもだからできるだけ爆音で音楽聴くんですけど、言える時は私は基本的に爆音。イヤホンもあの外とかじゃなければ、室内でイヤホンする時もあるんですけど、その時もね爆音なんですよね基本的に。うん、外は危ないからあれだけど、めっちゃ音下げちゃうけど基本。え、大きい音で聞いてたらさ耳悪くなるの？え、そうなの？そんなことある？できるだけ大きい音で摂取したいんだけど音楽を。マジで気をつけないといけないの？え、そうなの？
知らなかった。マジか。なんか無音って無音が苦手なんだよな私。本当に意味わかんないけど、なんかゲーム配信とか最近また見始めて、ゲーム配信って言ってもあの銃声鳴る系のね、それが流れてるずっと、とかもなんか音がないと嫌でやばい音がないとやばいの、やばいね。そうなんだよね。でもめっちゃ音聞いてる、音で、そうそうそう、なんか集中する、そうそうそう、なんだろうね、音ないとなんか急激に音欲しくなってくの。何これ、と静かなのがダメなの。寝る時以外はなんか音かかってるかも。朝準備する時とか、全く無音だとマジで何もできないんだよね本当に。なんか曲かけていかないとテンションかな。うん、はい、色分け終わりました終わったんだけどさ、こっからなんだよね。向き合います。はいはい、なんかありますか。ちょっともう配信終わろうと思うんですけど、なんかあったらぜひ、なんかあったらと今日も楽しかったなんかありますかって質問がよくない、ごめん雑だったね。え、タワー来てる、本当だね。待って、いつ投げたの、言ってよ、言ってた、ごめんごめんね、ちょっと待って、もう絶対流れ切っちゃってるよね。今日はドボン休むけ、明日はやろうね。ドボン当たらないです、いつかは当たります、めげないでください。めげた途端あれです、当たらなくなります。それはなぜかって、やめるからです。やってたらいつか当たります、絶対に、きっと。はい、最近会えてないから会いたいな。直近で会えるよってイベントが、今から行けますっていうイベントだと、なんだろう、串会も無理だしな、市長会もあれだしな、東京の全国握手会です。はい、東京幕張でやります。10月の2週目ぐらいでしたかね。はい、そこが直近で、はい、すぐ会います。はい、じゃあ3週目だっけ、1週目だっけ10月6だった、ごめん、10月6が最短で会えるそうなんや、ありがとう全国握手会じゃないの、握手会だよね、あれね。うん、ざっくりでしか記憶が、すいません、ないです、すいません。はい、あとは大丈夫ですか。あ、星屑テレバスのイベントあるよね、その前日だっけかなんかにありますね。何するんだろう、全然わかんないです。耳マッサージすると気持ちいいね。うん、ナルタオセリカレンなの、そうなの、え、そうなんだ、知らなかった。え、その幕張の日、いいね。西日本レーングループ握手会があるんだ、へえ。把握してない、あのね、あのね、直近のことしか把握できないのをしてて、アットジャムまでしかまだ入って、明日以降のことちゃんとやらないと、それも、
とずつやっていこう。うん、じゃあそろそろ、はい、配信終わりますよ。いいんですね、いいんですね。スクショタイム、スクショタイムか。そっかそっか。推しメンとツーショットが良かったんですけど、推しメンがいないということで、パッケージ、スクショしてよ、スクショタイム。多分取れたでしょ。厳しい厳しい厳しい。うん、やってきます。ダメです、こんなにね、はい、あの喋ったりとか歌ったりとかして時間伸ばしたって全部が後ろに倒れるだけっていうことも知ってます。向き合います。では終わります。今日もありがとうございました。ランキング読みますね。ありがとう。あれどこだ、あった。13位カイカイアットマーク今日もなる大好き、ありがとう、早く会いたい、会おうね。12位ハセアットマーク22日会えるの楽しみ、来週だ、よろしく。11位あやこアットマーク、これからも、あ、これからもだ。ありがとう。10位、宮崎のおじちゃんアットマーク、なるちゃんにあと少しで会える、半年ぶりのね、幕張で会えるのかな、待ってるよ。9位、なっちアットマーク、幕張心待ちにしてます、指ハート。幕張ね、みんな幕張組が多いな、やっぱ変わったかも、あれ変わっちゃったね、これうん、変わっちゃったね。10位 TK 遠くからアットマークタイ、5分か見てるかい。8位テレサアットマークほのか。テレサが見てる。7位はエコ読んだ。6位クラグリちゃん、ありがとうなでちゃん。5位サイバーアットマーク、今週髪切り、今週髪切りときたい、来週握手会あるから願いはそれくらい。4位パンさん、3位コウさんで合ってるのかな、ありがとうございます。2位かすみアットマーク、今日も宇宙一かわいい、ありがとう、日常配信ありがとう。本当に日常だよね、会いたい、うん、会おうね。1位ひかりアットマーク、今日楽しすぎました、セトリ最高、おすなる、ありがとう、よかった、楽しかったなら、私も楽しかったよ、ね、このフェスで AKB 参上で始まるっていうのが参上した感があって好きでした、私的には。いいよね、あと最近出張公演でやってるのもあるから、そうそうそう、やったのよ、うん、サウンズグッドで終わったのは今期やってなかったよねと思って、なんかあまりやって披露してないなっていうのでやりましたね、ざっくりざっくりだね、そう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 ね、楽しかった、アットジャム、はい、ということであっという間の時間ですが配信終わりたいと思います。はい、行ってきます、バイバイ、みんなおやすみ、またね、バイバイ、ありがとうね。バイバイ、おやすみなさい。